皆さんこんにちは。伊藤塾行政書士資格講師の呉明俊と申します。同じく講師の中村ひとみと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はですね、私たち講師の紹介とですね、行政書士試験時代のちょっと思い出みたいなのを語っていきたいなと思うんですけれども、その前にですね、まずはちょっとお互い過去紹介していきたいと思うのですが、まずこちらのですね、中村ひとみ講師は講師として仕事をしている傍らですね、実はすごい才能がございましてこの最近発売されたこの受かる行政書士民法行政法解放スキル完全マスターっていう書籍があるんですけど、このイラストですね、実はですねこちらにいる中村ひとみ先生が描いたんですね。そんな多彩な才能がある先生でございます。はい、ありがとうございます。でこちらの呉明俊講師は講師としてお仕事をしているだけではなくて、実務の世界でも活躍されています。でそんな呉先生の好きな食べ物は何でしたっけ？ラーメンです。ラーメンの中でもつけ麺が大好きです。呉先生のツイッター見ていただきますと、たくさんラーメンの写真が載っておりますので、ぜひご覧ください。フォローの方お待ちしております。というわけで、早速ですね、ちょっといろいろとお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、どうでしょう、中村先生はなんでこの行政書士試験を目指したんですか？私はですね、行政書士試験の勉強を始める前は全く違うことをしていて、で大学を卒業した後に普通に就職したんですけれども、就職した会社が解散してしまいまして、解散で仕事がなくなってしまったんで、これからどうしようかなっていうふうに考えたんですけど、もともと私法律にすごく興味があったので、勉強するいいきっかけかなというふうに思って、それが始めるきっかけでした。それとじゃあ今のこの講師っていうのはどうやってつながってくるんですか？もともと教えることは好きだったんですけど、当時受験生の時に受験指導校に通っておりまして、でその時に教わった先生がすごく素敵な先生だったので、こういう風になりたいなという風に憧れを持ったのがきっかけでしたね。人に憧れてその職業になりたいって、ここも同じなんです。あ、そうなんですか。そうです。僕はもともと実は当時大学時代浪人してまして、その時に某大手予備校に通ってたんですけども、その時の日本史の先生がですね、すごく面白い先生で、授業の中に笑いをこう入れるんですね。その素晴らしい授業にこう魅了されて、将来あんな先生になりたいなと思ったんですよ。楽しくストレスなく勉強。そうなんです。はい、でそれとは行政書士行政書士を目指した理由とはまたちょっと違うんですけれども、どういうわけで、はい、そうですね、私もともと前職が、台湾にある日本大使館的なところで仕事をしていたんですね。でその時にビザの相談を台湾の方から受けまして、で大使館なんで当然のことながら入国管理局の方もいらっしゃるんですね。なのでその人のところ連れてたんです。そうしたら入国管理局の方がですね、この案件は行政書士に相談しても無理だったら無理だねって言ったんですよ。その時に初めて行政書士っていう仕事を知って、それで行政書士を目指したんですね。そうだったんですか。あの時のあの言葉がなかったら僕は今行政書士はやってなかったですね。でその講師としてなんですけど、どうでしょう、講師やっていて、今やってるわけなんですけども、なんかやりがいみたいなところってありますか？そうですね、やっぱり授業が終わった後に、法律の勉強って楽しいですねって言っていただけるとすごくやりがいを感じますね。あとはやっぱり、合格報告会とか祝賀会でお会いできるとすごく嬉しいなって思います。わかります。僕は合格祝賀会とかその時におかげさまで合格したと言われるとやっぱり嬉しくなりますよね。はい、僕私も同じような感じで、そこにやりがいを感じますね。じゃあ逆に大変だなって感じるところってありますか？やっぱり講義をしてみると、自分が思っていたよりも後から振り返ってみると、こういうふうにした方が良かったなとか、話す速さがちょっと速かったなとか、いろいろと気になるところがあったりするので、そこをやっぱり常に修正していかなければいけないって思うと、ちょっと大変だなと思う時はありますね。常に向上心があるそうでございます。どうですか、どうですか。私特に大変なことないんですよ。めっちゃ嫌らしい。ないですよ。いやそれはね、
はい、講義の準備時間かかったり、それ大変なことはあるかもしれないですよ。でもね、結局授業終わった後、こう皆さんの笑顔を見たら、そんなことをすっかり忘れてるんですよ。かっこいいですね。ありがとうございます。なんかこう、じゃあこう講義してる時にこう大切にしてることってありますか？なるべく、分かりやすくってことは意識していて、やっぱり法律の勉強って難しかったり、聞きづらい部分があるじゃないですか。なので、なるべく用語を丁寧に説明したりですとか、あとはできれば具体例をこう交えたりとかして、イメージ しやすいようにってことは気をつけていますね。私もそうですね、同じです。で、それに加えて私、それもそうですし、あと僕の場合も、こう、ギャグを入れたい。何かこう、授業中笑わせたい。それがですね、私の授業のモットーでございます。なかなか笑ってくれないんですけどね。なんか明るい授業な気がしますね。どうでしょうか、受講生の皆さん。はい、じゃあ、ちょっとまた変わって、今度は思い出についてお伺いしたいんですけれども、はい、どうですか、当時、行政書士試験ってどういうふうに勉強してましたか？基本的には普通のことをしたんですけど、はい、テキストを読んで問題集を解いてってことを繰り返したんですが、それ以外にも暗記したいことに関してはちょっとメモにしたりとか、あとはコピーしたりとかして、もう家中に貼っていました。で、例えば冷蔵庫に貼ったら、そこの要件を言えないと冷蔵庫を開いちゃいけないとか、あと部屋と部屋の間に貼ったりとかして、これを言えないとここを通っちゃいけないとか、まあ、忙しかったら通るんですけど、そういうふうに自分で自分の中でルールを作って、はい、で日常生活に勉強を組み込むということをしていました。こう隙間時間を使うみたいな感じで、わかります、はい、私も使ってましたからね。そうなんですか。私は基本的に勉強法は一問一答と、あと模試と過去問、まあ、この繰り返しなんですよ。常に繰り返していく上で、こう苦手なものってあるじゃないですか。その苦手なものをですね、こうの一冊の持ってまとめて、こう移動中だとか、こう空いた時間にこう自分の弱点をチェックできるようにノートを作って、まあ、常に読むようにしてました。なるほど、はい、そういう風にして合格しました。で、この勉強中なんですけど、大変だったことってありますか？モチベーションの維持が大変でしたね。はい、ああ、分かる。波がアップするので。どういうふうにして？今日持ってきたんですけど。あ、本当ですか？はい。こういうちょっと自分でデザインがいいなって思うもの、気持ちが上がるものを用意して、これ勉強用の手帳なんですけど、この手帳にトゥードゥーリストで、今日はこういうことを勉強しますみたいなことをこう書いたりとかして、で、どんどんチェックを入れていくんですね。で、そうすると後から振り返った時に、あ、これだけ頑張ったんだから、もう今日絶対合格できると、合格で取れると、まあ、そういうふうに自信につなげていましたね。モチベーションの維持、あ、それ僕も分かります。僕も結構やっぱり人なんで、なんてありますよ、はい、そうですね、私もありました。こう乗らない時とかって。、はい、その時どうしてましたか？私はですね、音楽聴いてました。あ、そうなんですか。はい、気分転換にちょうどいいですよね。そうですね、特に明るくて元気が出るような曲ばっか聴いてましたね。どういう曲が特に良かったですか？具体的にはアニソンばっか聴いてました。結構テンション上がる。あ、そうですね、結構そういう曲ありますよね、はい、チャラヘッチャラとか。そんな風にね、まあ、自分のこうテンションが上がるような曲を聴いてこう盛り上げていましたね。じゃあこれあと最後なんですけど、次に資格を取得して良かったことってありますか？最終的に合格して、はい、ずっと自分の中で何か一つ自信になるようなものがあるといいなと思ったんですけど、まあ、当然自信になったっていうのと、やっぱり合格発表の日に人生がガラッと変わるような、何だったら性格も変わってしまうぐらいの、それぐらいこう見える世界が違うような感じがしましたね。分かります。自分の中ちょっと取った後、はい、だいぶこう自分のこれ世界が変わりましたよね。そうですよね、うん、例えば私はやっぱり行政書士としても国際業務をやってるんですが、はい、国際業務っていうのは外国人の在留資格取得のお手伝いとかそういうことをするんですけれども、もしこの行政書士って資格がなかったら絶対にそんな業務とかもできなかったんですよ、うん、そうですよね。で、その他にも実はですね、はい、ちょっと東京都行政書士会の、法教育推進特別委員会の委員をやっているんですけども、何かっていうと、各小学校中学校とかに行って法律の授業を私してるんですね、はい、
でそれってもし私が行政書士じゃなかったら学校でなんて学校で法律の授業なんてさせてくれないんですよ。そうですよね。あ、そうなんですよ。やっぱりこの行政書士っていう資格があるから、まあ、やっぱりやらせてくれるっていう部分もあって、だからこそやっぱこの資格を取って本当自分の仕事の幅がこう広がったなっていう気はしますね。じゃちょっと最後にあの、はい、視聴されてる、皆様にですねメッセージをお願いします。はい、結構行政書士っていうキーワードで検索してみるとネガティブな情報が出てきたりとかするので、結構受講生の方からもこの資格を取って果たして食べていけるんだろうかと、取る価値があるんだろうかってことを結構聞かれるんですけれども、そういった心配は一切なさる必要はなくって、で今まで努力してきたことっていうのは一つも無駄にならないはずですから、ぜひ興味を持っていただけたのであればこの機会に勉強していただければなというふうに思います。私からはですね、まあ、私自身もまあ実際実務になっていて行政書士の仕事大変な部分、辛い部分正直言うといっぱいあります。でもですね、あのこれだけは言えるのが行政書士の仕事って最後にですね依頼者にありがとうって言われる仕事なんですね。なのであのそこの部分に私自身やっぱりこう行政書士の、としてのやりがいを感じています。で皆さんがこうもしこの資格を取った後、もちろん行政書士として開業する人もいるし、まあ、そのまま別の資格を目指す人もいるし、まあ、いろんな選択肢があると思います。でもこれだけが言えるのは、まあ、資格を取るとですね自分の人生の選択肢は広がります。なのでね、まあ、今ちょっと辛いかもしれませんが、この資格、ぜひ頑張って取ってみてください。で必要があれば我々講師に、相談していただければ、まあ、全力でサポートいたしますので、ぜひね一声おかけいただければと思います。それでは、長い時間、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。